これあのスピードが大事なんで早く行きますよ、早く行きます。どうもこんにちは、ヒョクです。ちょっと今風呂上がりなんですけれども、早くやんなきゃいけない理由があるんですよ。それを皆さんに今から説明するんでよく聞いてくださいね。実はですね、火山クリームというものをゲットしたんですよ。でも火山クリームというものは一つだけだ。普段の水分クリームと何が違うのかよくわからないので、今日はついでにこれを一つ用意してきました。はい、スキンチェッカー。肌につけると、その肌の弾力と水分と油分をパーセンテージで教えてくれるんです。そしてもう一つ、皆さん火山クリームってご存知ですか？ボルケーノですよ。よくわかんないんですよ、僕にも。でもなんか火山クリームって書いてあって、その前に先にこのね、肌チェッカーっていうのを、果たして風呂上がりは水分と弾力と油分はどれぐらいなのかをちょっと測ってみようと思います。あ、なるほど。部位によってこう、いつがどれぐらいのパーセンテージとかが目安とかって書いてありますね。なるほどね。あ、すんばらしい。電池までちゃんとついとるやないかい。丁寧な包装やないかい。開けるやないかい。取り出すやないかい。ここ開ける、いった爪痛いやないかい。疲れてませんよ。疲れてるときいつもテンション高いって思われてると思うんですけど、まあ確かにその通りなんですけど、疲れてませんから。キャップを外しって。これキャップだったんか。目元で、押し当てる？え、もう測ったん？おお！見えますかね？水分が 48% で、油分が 32%。 これはですね、今僕風呂上がりで一応、化粧水と乳液を塗ったんですよ。この数字で分かると思うんですけど、いかに僕が乾燥肌かっていうね。化粧水と乳液塗っても、油分が 32% しかないんですよ、僕の肌。これすげえな！めっちゃ分かりやすいじゃん。なんかちょっと、なんか、テンション上がってきちゃった。え、すげえ、すげえ、これ楽しい。これ上に、なんかニコニコマークあるの分かりますか？書いてあるんですよ。この笑っているかどれかで弾力が分かると。頬周りいきます。早いな、3秒で。44%の29%。これが今、風呂上がりの状態です。では、次に、火山クリーム。あ、普通に出せたわ。화산송이って書いてありますね。피지제거、안색개선、트러블케어。오호、完璧やないかい。肌のキメをすごい細かくこう、綺麗にしてくれるらしいんですよね。こちらでございます。あ、洗い流すタイプだ、これ。またこれ、顔にこうやって塗っていくやつね。はいはいはい。角質とか肌の黒ずみを綺麗に取ってくれるそうです。オッケーオッケー。Say ho ho。 画面の前の皆さん盛り上がってますか？絶対に盛り上がってないよ。合ってんのか、こんなたくさん塗っていいのかな。目の周りはちょっと避けてね。これ待ってくれます。まあ匂いは何もないです。無臭ですね。15分後にぬるま湯で洗い流すと。では今から15分後に飛びます。顔動かせないくらい硬いです、今。これをじゃあ今からお湯で流してきて、これで測ってみようと思います。風呂上がりの時とどれぐらい違うのかなっていう。洗ってきました。なんか白くなった気がする。白くなったよね。もう、すげえ。一つ言いたかったのが、洗い流してる時めっちゃ柔らかいです。今の状態だとちょっと、まあ何も塗ってないから、水分少ないかもしれないんですけど、一応やってみますね。OK、いきます。おぉ、今洗ったばっかりで何も塗ってないのに、46%の31%。うわ、これで、待って、これさ、これで、ちょっと待って、化粧水と乳液塗ってから、まあ、塗った直後はさすがにね、もう水分多すぎるんで、ちょっとだけ待ってから。OK、いきます。おぉ、49%の32%ですね。普通、これ塗った直後だったら、なんか、水分 60% とかいきそうなんだけど、そこはちゃんとこう、肌に、本当に肌にどれぐらい含んでるかを計測してくれる君は素晴らしい。これのメリットは、まず、確実に肌がなんかワントーン明るくなったっていうのと、角質がめっちゃ綺麗に取れて、ツルツルになりました。もし皆さんもよかったらね、これ買ってみてください。Amazon で買ったのでリンク貼っておきます。ということで以上、ヒョクでした。じゃあね。
鼻の下とかどうなるんだろう。鼻の下水分高っ 64%。 マジでそんな水分あるの鼻の下って。それはそれでどうなん。